今年になってからいろんなことをやめて新しいことを始めた。まず夜遅くまで起きてるのをやめて朝早く起きるようにした。今までは夜1時とか2時まで起きてることが頻繁にあったんだけどそれをやめた。そして 今は毎朝6時に起きてる。夜遅くまで起きてても特に何もせずダラダラしてるだけだったんだけど、多分それが毎日の疲れの原因だったんだと思う。最初はちょっと大変だったけど、朝早く起きるようになってから毎日あんまり疲れなくなった。そして、朝頭がスッキリした状態で日本語勉強してる。 お酒とかジュースとか飲むのもやめた。昔は毎晩晩ご飯の時やパーティーに行った時にビールやワインを飲んでた。そして毎日ジュースも飲んでた。仕事がオンラインに変わって家にいる時間が長くなってちょっと考えた。多分お酒やジュースを飲んで家から一歩も出ないで座って仕事してたら多分体に良くないと思った。実際、 在宅になってから少し太った。外は寒いから外で運動もあまりしたくない。でも不健康にもなりたくない。ってことで今はお酒やジュースじゃなくて水やお茶を飲むようにしてる。もう一つは人と比べることをやめた。今までは割と人の成功とか失敗とかが気になることが結構多かった。 でも、それに意味がないって気がついた。日本語一緒に勉強してる友達が気づかせてくれた。大事なのは周りじゃなくて自分なんだって分かった。人のことばかり気にしてても私には何の足しにもならないんだよね。逆に結構マイナスになることの方が多かったような気がする。だから今年になってから自分が誰にどう思われてるかを気にしないようにしてる。 そして、その代わりに自分が何をどうしたいのかをもっと大切に考えるようになった。だから、今年はいろんな意味でいい年になると思う。最近瞑想を始めた。朝起きてから5分ぐらい目閉じてじっとしてるだけ。友達がヨガの先生してて、集中力高めたり、リラックスしたりするのにいいよって勧めてくれた。 最初はなんか変なやばいやつかなと思ったんだけど、一度試してみた。そしたら、ただ目つむって何も考えないこの5分間が、すごく落ちつくなって最近感じるようになった。毎日いろんなことがある。もちろんいいこともあるし、悪いこともある。ただ、情報が多すぎてどうしたらいいのかわからない時もある。だから、 朝起きて頭がスッキリしてる時に瞑想するとなんか集中できるような気がする。それを友達に言ったらとても喜んでた。ヨガもしてみたらどうって聞かれたけどそれは無理だよって言っておいた。私は体が硬いからヨガのポーズはできない。痛いよね。 一度他の友達とヨガしてみたことがあるんだけど、痛かったから痛い痛いと何度も言ってたら、友達にうるさいわ、と怒られた。だから、多分私はヨガに向いてないんだと思う。だから、瞑想だけでも十分。毎日大変なことがあっても、気持ちを落ち着かせることができるようになった。まあ、まだまだ私は初心者だから、 瞑想のことを偉そうに語れる立場にはないんだけどね。でも、何か新しいこと始めるのはいつも少し怖い。でも、やってみると別にそこまで怖いことなんてないんだなっていうことに改めて気がついた。ただ、今までしたことがないことだからどうなるのかなっていう不安が先に来るだけ。 楽しいか楽しくないかはやってみるまでわからないんだよね。若い時は何でもすぐにできてる自分がいたけど、いろんな経験をしてく中で新しいものを怖がったりめんどくさがったりするようになってたのかもしれない。そうやって貴重な経験ができる可能性を自分から避けてたんだろうね。だから今年からはもっと怖がらないで。だから、 今年からはもっと怖がらないで新しいことに挑戦していきたいと思ってる。今友達とオンラインで日本語話す練習を週に2回ぐらいしてる。初めは週に1回だったけど、今月から回数増やした。理由は特になかったと思うんだけど、多分お互いにもっと日本語話したかったんだと思う。そして、 いつもとても楽しいから、私はあまり勉強だと思ってない。その友達はフィリピンに住んでる。私はフィリピンに行ったことがない。でも、友達の話によると、とてもいいところなんだって。いつかまた旅行できるようになったら、その友達に会いにフィリピンに行きたいと思う。 友達はフィリピンの大学で講師として働いてる。それに加えて副業で英語学校でも働いてるんだって。彼の生徒は日本人や韓国人が多いらしい。それもあって日本語を勉強し始めたって。彼はすごく頭がいい。そして講師をしてるぐらいだから教えるのがすごく上手。多分勉強も得意だと思う。だから、 私が日本語で何かわからないところがあるときはいつも彼に聞くようにしてる。授業じゃないから話しながら私がわかるまで教えてくれる。彼にとってもいい勉強になるんだって。毎回多分1時間から1時間半ぐらい話す。彼はもちろん英語がわかるけど私たちは日本語だけで話してる。 私がわからないところがあっても日本語で聞くようにしてる。彼も私の質問に日本語だけで答えてくれる。だからお互いとても勉強になってるように感じる。私たちは二人とも日中は普通に仕事してるから暇じゃない。でも忙しいことを言い訳にするのは好きじゃない。お互いどれだけ忙しくてもどれだけ疲れてても必ず会って話すようにしてる。 きっと、私たち二人は性格が似てるんでしょうね。これからも頑張って日本語で話せることをもっと増やしていきたいと思ってる。昨日友達と久しぶりに話した。多分一年ぶりぐらいに話した。たまたまメッセージアプリ開いてたら、その友達がオンラインだったからメッセージ送ってみた。 そしたらメッセージが返ってきたからそっから少し話した。私たちは大学の時の友達。ほぼ毎日会って一緒に勉強してたから仲間みたいな存在。でも卒業してからは住んでる国が違うからなかなか話す機会がなかった。私たちが卒業してからもうちょっとで10年になろうとしてる。その間本当にいろいろあった。 それは友達も同じだったみたい。彼は4年ぐらい前から自分で学校を始めたんだって。学校って言っても彼一人らしい。彼は学生の時からずっともっとたくさんの人に英語を学んでほしいっていつも言ってた。そして、 その強い思いだけで学校を始めたんだって。何もない状態からたった一人で学生集めて教材作って英語を教え始めたそうだ。すごく大変だったらしいんだけど、なんだかとても楽しそうだった。諦めようと思ったことはないのって聞いてみた。そしたら、実際に何度も諦めようと思ったことがあるんだって。でも、 学生の楽しそうにしてる姿を見ると諦めることはできなかったって。ずっと一人だったらしいから本当に相談できる人もいなくてうまくいく保証もない状態で4年間ずっと一人でやってきてるのは本当にすごいことだなって思った。彼が言うには 毎日の小さいこと一つ一つに大きな意味があるんだって。大きな問題でも小さな問題一つ一つを解決していけば絶対になんとかなる。って言ってた。彼は学生の時よりもさらに強い人になってた。私は最近簡単なことで何かを諦めることをやめた。そんな話してたらいつの間にか3時間ぐらい話してた。久しぶりに話したのに、 昔みたいに面白い話ができて本当によかった。最近友達の引っ越し手伝った。私の友達は先月新しいアパートに引っ越す予定だったけど、いろいろあって今月になっちゃった。私は車運転できるから友達の荷物運びを手伝った。 その前に荷物の箱詰めも手伝わされた。友達は荷物がたくさんあって本当に大変だった。物が捨てられない性格で持ってるもの全部箱に詰めてったら箱が100個以上になった。子供の時から集めてたおもちゃだったり昔少し使ってた道具なんかが出てきた。本当に必要なのかって思うものまで出てきたから箱に詰める前に確認しないといけなかった。 少しだけ物を捨てることができたけど、ほとんど捨てずに箱に詰めさせられた。多分箱詰めに二日はかかった。引っ越しはいつも時間がかかる。けど、私の友達の場合はそれより二倍三倍ぐらいかかる。荷物が多いだけじゃなくて、コロコロと気が変わるから、 集中して一つのことができない。昔からの友達で、その性格はよく知ってるから、私がほとんど引っ越しの準備をしてあげた。その間、彼は私にサンドイッチやコーヒー買ってきてくれたり、いろいろと面白いことを言ったりしたりして笑わせてくれた。すごくいい人なんだけど、時々本当にめんどくさい。小学生の時からの友達だから、 もう最低でも20年は友達やってる。だけど、当時から私たちの関係性は全く変わってない。不思議なものだね。しばらく会ってない時期もあったけど、やっぱり昔からの友達だから、時々会いたくなる。今回は引っ越しの手伝いだったけど、 時々一緒にご飯食べたり、お酒飲んだりする時もある。お互い何でも知ってるから一緒にいて楽しい。ただ、何か手伝わされる時は本当にめんどくさい。そして、ものすごく時間かかるから、私も心して取りかからないといけない。でも、友達も私が何か困ったことがあったら、すぐに駆けつけて助けてくれる。だから、 持ちつ持たれつの関係なんだって思う。昔はよく喧嘩もしてたけど、最近はもうお互いを知り尽くしてるから喧嘩することもない。いろいろと面倒な時もあるけど、こんな友達がいることはとても幸せなことなのかなって箱詰めしながら思った。最近朝早く起きるようにしてる。 今までも割と早く起きてたけど、今はそれよりももっと早く起きてる。だいたい8時ぐらいに起きてたけど、今は多分6時半から7時ぐらいの間に起きてる。目覚ましを早い時間に設定してるわけじゃない。むしろ目覚ましは使ってない。朝明るくなってきたら自然に目が覚める感じ。昔はそれから2度寝3度寝してたけど、今はもうしてない。 っていうか、それができない。理由はわからないんだけど、寝ようとしても眠れないんだよ。だから、ずっと寝てても時間がもったいないから起きるようにし始めたら、毎日そうなっちゃった。最初の頃はお昼過ぎぐらいにちょっと眠たくなることがあったんだけど、今は日中も割と平気。 時々本当に眠い時は少し昼寝する時もある。仕事はずっとオンラインで在宅だから仕事中でも自由に自分の時間を使えてる。会議の合間だったり仕事の区切りのいいタイミングで少し疲れてたらちょっと休むようにしてる。そうすると起きてからまた頭がスッキリした状態で仕事に戻ることができる。オンラインでの仕事も慣れてくると本当に便利だし楽だね。 昼寝も15分から30分ぐらいだからダラダラすることもない。夜は今までと大体同じ時間に寝てる。仕事が終わってから寝るまでの流れも大体同じ。最近は映画やアニメを見たりする時間が減った。本や動画を使って勉強する時間も減った。その分、 日本語使って何か書いたり、誰かと話したりする時間が増えた。音楽聴く時間も増えた。夜仕事が終わってから音楽聴くと、いつもより少しだけ気持ちが落ち着くような気がする。今はアプリがおすすめの曲を探して再生してくれるから、とても面白い。なんでここまで私のこと知ってるんだろうって思うと少し怖くなっちゃうけど、まあそこはあまり考えないようにしてる。 最近なんだか毎日楽しい。仕事は今まで通りっていうか、今まで以上に大変。なかなか成果も出ないし、頑張ってるからって言ってすぐに結果が出てるわけでもない。だから、前以上に仕事したとしても、前以上の結果はまだ出せずにいる。でも、もしかしたらそれが楽しいのかもしれない。人間だから、やっぱり何かがうまくいかなかったり、 すぐに結果が出なかったりすれば、もどかしい気持ちになることってあると思うよ。でも、そういうもどかしい気持ちって、これから何かしようって思ったり、目標を達成したいって思ったりする原動力になるって思うんだよ。昔だったら、苦しくて辛くて毎日文句ばっかり言ってたと思う。でも、 今は割と割り切ってるっていうか、しょうがないって思えるようになってきた。ずっとジャンプはしていられない。ジャンプする前にはどこかでためが必要なの。もっと高く飛ぶためには、もっと長いためが必要なんだよ。それが今なんじゃないかなって私は思ってる。ここで諦めるのは簡単。でも、多分ここで諦めたら、今のためが無駄になっちゃう。 そして、ジャンプもせずに終わっちゃう。それは絶対に嫌。きっと将来に後悔を残すことになっちゃうから。今までそんな風にして諦めたことは何度かある。でも、もう諦めることはしたくない。今私がしてる仕事は、たくさんの人に喜びや幸せを届けられる仕事。 本当にやりがいのある仕事なんだ。だから、私が頑張れば頑張るほど、もっと多くの人たちに私たちの思いが届けられるんだよ。今やめるのは簡単。やめないのは辛い道なのかもしれない。でも、辛い道を経験すれば、いつかきっと、それはそれで誰かの役に立つ日が来るかもしれない。そして、 同じように辛い道を歩いてる人の気持ちが少しでもわかるようになるかもしれない。私はそんな人になりたい。だから、今辛いのもきっと成長の過程なんだなって思えるから毎日が楽しいんだと思う。今月はなかなか大変な月だった。びっくりするぐらいいろんなことがあったし、びっくりするぐらい何もなかった。 私は今年から新しい仕事任されてる。これは今まで私がしたことがない仕事。そして、いつもは一人で仕事するけど、この仕事は違う。チームで目標を達成しないといけない。今までチームで働いたことは何度かある。でも、今回の仕事に関しては私がリーダーなんだ。それがびっくりするぐらい大変なんだよね。 私が思ってるようにいかないことばかり。だから、がっかりしたりイライラしちゃうこともあった。でも、それと一緒に嬉しくなったり、幸せを感じたりすることもあった。同じ会社の人間であっても他人は他人。私の思った通りには動いてくれないし、動かしちゃいけない。 いろんな人間がいる。だから、いろんな人のいろんな考え方や能力がうまく混ざってチームは強くなる。そして、みんなそれぞれ才能がある。できることは一人一人全く違う。リーダーとしてそれがちゃんとわかっているかいないかでチームの強さは変わってくる。そんなことを私はこの経験通して日々学んでる。 私が思うやり方が唯一の方法じゃない。メンバーの意見や提案に耳を傾けて、みんなで考えるやり方が一番なの。ちゃんとみんなと話し合う機会持って、いろんな考え方認識して受け入れる。チーム全体でそれができるように調整するのがリーダーの仕事なんだって最近強く感じるようになった。 そんでメンバーそれぞれが持つ仕事への熱意を大切にしないといけないなって感じた。一人でやるのとチームでやるのとは全然違う。別のメンバーがいるからこそ私が考えもつかないようなアイディアにも出会えた。自分が正しいって思ってたことだったり、絶対に間違ってないって思ってたことももっと良くなる方法がある。でも、それは一人では絶対にわからない。 仲間がいるからできること。今月はこの仕事を通していろんなこと学べた。3月は本当にいろいろあった。仕事でいろいろとお世話になった人たちに別れを告げないといけなかった。今は世界がこんな状態だから、ちゃんとした送別会もできなくて、 メッセージと電話だけのことになっちゃった。私はお酒を飲まないから飲み会はなくてもよかったんだけど、ちゃんと会ってありがとうございますとさようならを伝えたかった。長い期間一緒に働いてきた仲間だからこんな終わり方になっちゃったのは残念。でも、ちゃんとメッセージで私が言いたいことは言えたからそれはよかったと思う。 もう会えなくなるのは本当に寂しいけど、私は私で前を向いて進んでいかないといけない。もう会えなくなるのは本当に寂しいけど、私は私で前を向いて進んでいかないといけない。3月は別れの季節。でも出会いの季節でもある。 誰かと別れるのは辛くて悲しいことだって思う。でも、それがあるから新しく誰かに出会うことが楽しみになるし、その一つ一つの出会いに感謝もできるようになるって思う。その中には人生を変えるような出会いもあるはず。だから、3月を別れの季節だって思って悲観的になる必要はない。むしろ、その出会いにも感謝して、その別れを糧にして、 次のステージに進んでいけばいいんだって思う。そうすれば新しく出会った人をもっと大切に思えるって思う。私はこれまでいろんな国に住んできた。だから、たくさんの別れを経験してきた。今までは別れが嫌で嫌で仕方がなかった。 やっぱり悲しいじゃんか。でも、最近はそれが少しずつ変わってきた。もちろん、誰かと別れるのは悲しい。だけど、一緒に過ごした時間は消えないの。楽しかった時間や幸せだった時間はずっと私の中に残ってる。だから、もう会えなくなるとしてもその記憶は消えることはない。そして、またいつかどこかで会えるかもしれない。 それは誰にもわからないんだよ。ずっと後ろを向いてちゃいけない。私たちは前を向いて前に進まないといけない。最近またちょっと寒い。先々週ぐらいからちょっとずつ暖かくなってきたって思ってたけど、また気温が下がり始めた。風が少し強いからそのせいで寒く感じてるのかもしれない。 私はもうヒーターを片付けてるから部屋がちょっと寒い。でも、厚着したり靴下履いたりすればある程度問題ない。それでも寒いんだけどね。でも、この一週間はそんなこと言ってられないぐらいしないといけないことがたくさんあった。ついにパソコンが壊れた。ここ二週間ぐらいで三回か四回ぐらい直したんだけど、もうそれもできなくなっちゃった。 もう完全にダメみたい。12年も使ってるからね。仕事しながら何時間もかけて頑張っていろんなこと試してみた。うまくいきそうな雰囲気は全くなく、どうしようもできない状況になっちゃった。私も他にしないといけないことがたくさんあったから、そればかりに時間割くこともできなかった。 丸一日かけて治そうとしたけど無理だった。だから、とても残念だけど、現状できることは何もないから、とりあえずそのままにしとくことにした。悲しい気持ちももちろんあるけど、今はとても感謝してる。十二年前に私の元に来てから、私の生活の一部として、ほぼ毎日一緒に働いてきた。 いろんな国にも一緒に行った。たくさん本とかレポート書いたり、動画見たり作ったり、音楽聴いたり、友達と話したり、本当に私の生活のすべてがそこにあった。直してる時にそんな記憶がいろいろと蘇ってきた。もう今は動かないけど、一緒に過ごした記憶はずっと私の中にあり続ける。 またいつかどこかのタイミングでちゃんと直してあげられる日が来るかもしれない。今は何が起きてるのかわからないからその可能性もゼロじゃない。だからこれはさようならじゃないって思ってる。私はまた会う日までだって思ってる。その日までゆっくり休んでほしいって思う。今まで本当にありがとう。 昨日やっと長い間取り組んできたプロジェクトが終わった。初めて私がリーダーを務めたプロジェクトで本当に大変だったけど、とても大切なことをたくさん学んだ。今までは私はリーダーの決めた仕事を全力でするだけだった。自分の仕事だけを考えればよかったから、仕事が大変なだけで自分のことにだけ集中できてたから、楽って言えば楽だった。でも、 今回は私がリーダーだったから今までとは全然違った。自分のことだけじゃなくてチームのメンバー一人一人やチーム全体を考えないといけなかった。私一人が頑張ってもチームがうまくいかないと何も意味がないっていうことが分かった。チームのメンバーも一人一人考え方が違うからそれを理解して進めていかないといけなかった。 はじめのうちは本当に大変だった。誰も私が思ってるようには動いてくれないし、私が仕事するように仕事してくれなかった。それもそうだよね。私はみんなと違うし、みんなを私とは違うんだ。最初はそれがわからなくて、イライラしちゃったりがっかりしちゃうこともあった。時には言わなくてもいいこと言っちゃったり、しなくてもいいことをしちゃったりもした。でも、 プロジェクト進めていくうちにだんだんと分かってきた。一人一人違うから、一人一人個性がちゃんとある。その個性に合わせてチームで仕事をすればいいんだって気がついた。私にできることは私がする。そして私にもできないことがある。それをチームの他の誰かがする。 そうすることで、お互い助け合いながら仕事をすることができる。みんなが私と同じように同じ仕事をする必要はない。逆に、みんなが違うから、一人でするよりももっといい仕事ができるんだ。それを理解できたことが一番の収穫。そして、プロジェクトもうまくいった。本当に嬉しかったし、 それをチームのみんなと一緒に共有できたことはこれから先ずっと忘れることはないって思う。チームで何かをするときにはちゃんとメンバー一人一人を見てメンバー一人一人と対話をしてお互いがお互いを理解してお互いを受け入れ合うのが何よりも大変で何よりも大切だっていうことを私は学んだ。それを忘れずにこれからも頑張っていきたいって思う。 今年に入ってから本当にいろいろあった。まだまだ世界がこんな状態だから、昔のようにどっか行ったり、誰かに会ったり、何かしたりするなんてことはできてない。それでも毎日が辛いかって言われるとそうでもない。テレビとかネットとかで文句言う人たちを見ることがある。その人たちの言いたいことはわかる。今が辛いのはみんな同じだからね。でも、 文句ばかり言っててもしょうがないって思うんだ。実際文句言い続けたところで問題がなくなるわけじゃないし、逆に気持ちが暗くなって余計に今が辛くなるって思う。だから文句言ってる暇があるんなら、今できること探して、それに全力で取り組んだらいいんだ。 負の感情とか負のエネルギーばっかり溜め込んでちゃダメだって思う。どうにかしてそういうエネルギーをプラスの方向にできないか、そんなことを毎日考えながら生きてる。私の場合はそれがたまたま日本語だっただけ。今年に入ってから今まで以上に日本語勉強して、 今まで以上に日本語使う生活してる。そして世界中に新しい友達もできた。今旅行には行けてないけど、私の視野は確実に広がってる。それが日本語でできてることがすごく嬉しい。自分がここまでできるって思ってなかったから、また一つ進化できたのかなって思ってる。今の状況がいつまで続くのかはわからない。でも、 そんなこと考えてる暇があるんなら、私はもっともっと自分を成長させていきたいし、成長していくつもり。